聖内寺村は、長野県下稲郡の西部に存在した村。2009年3月31日、道郡八村に編入されて消滅した。聖内寺峠がある。清内寺とも書いた。長野県の南西端に位置する。北にそびえる骨岳をはじめとする標高線5 0 0メートル前後の山々に四方を囲まれた山村で、面積の大半を森林が占める。 村域はすべて天竜川水系であり、あっち側の支流である黒川と西内寺川が、村の中央で合流し、南流する。村の北西部にある国道256号西内寺、峠は、木曽谷と稲谷の境界であり、両地域を結ぶ重要路である。集落内に高地が少ない地形ため、養蚕とタバコ栽培、矢端作りのため一年の半分は、 集落内の住居から山腹にある家に移り住む、出作りという風習を生んだ。地方祭の残高地方祭の残高合計30億1350万円、聖内寺村巡回バスハット AB、今繁盛期、吉川玄美編出作り八村、役場聖内寺振興室、聖内寺聖内寺村巡回バス時刻表花火、八村、役場聖内寺振興室、 聖内寺聖内寺関所跡あちむら、役場聖内寺振興室、聖内寺清南寺あちむら、役場聖内寺振興室、聖内寺。ありがとうございます。